どうもぐちです。いやー、実は DJI RS3 Pro コンボがやっと届きました。ということで今回はですね、 DJI RS3 Pro コンボの紹介と、プロではない RS3 と RS2 シリーズの違いを比較してみたいと思います。やっと待ちに待ったプロコンボ届きました。で、今回ね、発売された内容なんですが、 RS3 と RS3 コンボと RS3 プロと RS3 プロコンボですね。 RS3 は RSC2 の後継機ということみたいですね。今回はこちらのテーマでお送りしていきたいと思います。一つ目なんですけれども、 RS3 と RS3 プロとコンボの違いですね。二つ目なんですけれども、 RS2 から乗り換えが必要なのかどうかと。で、3つ目が RS3 Pro コンボのレビューですね。で、4つ目なんですけれども、便利な小技っていうのを教えていきたいと思います。開けてみようと思います。はい、じゃあ開けてみました。一応ね、箱がこんな感じですね。そんなに大きくないかなっていうところで、リュックサックにもこれだったら入るかもしれないですね。上側なんですけれども、間にクッションが入ってて、細かくいろいろと入ってると。で、ちょっと出してみますね。はい。ほうほうほう、なるほど。軽いな。RS3 Pro コンボに関しては20点の内容物が入っているということになります。思ってたよりもコンパクトかなっていうふうに思いますね。撮影現場に行ってこれを一個ずつ組み立てるって考えると大変かもしれないなっていうふうには思いました。ジンバルのね、組み立て方に関してなんですけれども、またね、別の動画で組み立て方、接続の方法とかっていうのをできればいいかなっていうふうには思ってます。なんか新製品に4パターン種類があるじゃないですか。で、これどれ買えばいいか分かんなくねっていうことで、 RS3 と RS3 コンボ、 RS3 プロ、 RS3 プロコンボの4種類あるんですね。それの同梱物が何が違うか、こちらで紹介したいと思います。順番をね、同じように書いてくれたらすごく分かりやすいんですけどね。これ見ると RS3 の方なんですけれども、キャリーケースついてないですよね。 RS3 と RS3 コンボの違いなんですけれども、まずないものを説明していくと、フォーカスモーター、フォーカスモーターロッドマウントキット、フォーカスギア、ストリップ、レンズサポート、これが2つの違いというふうになってますね。で、 RS3 Pro と RS3 Pro コンボの違いなんですけれども、まず RS3 Pro にないものを説明していくと、下部クイックリリースプレート、延長用スマートフォンホルダー、フォーカスモーター、ネジキットが同じように書いてあるんですけれども、中に入っているネジの本数が違いそうですね。フォーカスモーターロッドマウントキットコンボ、フォーカスギアストリップ、ローニン映像トランスミッター、レンズサポート、ストラップ固定式、ケーブル類なんですけれども、40センチと20センチで長さが違うんですよね。ミニ HDMI to HDMI ケーブル20センチ、ミニ HDMI to ミニ HDMI ケーブル20センチ。で、もう一つがミニ HDMI to マイクロ HDMI ケーブル20センチ。で、面ファスナーストラップ。RS3 と RS3 Pro の違いなんですけれども、まず本体の重量は違いますね。 1.3kg でこちら 1.5kg。 ペイロードって言って最大積載量なんですけれども、 RS3 の方が 3kg、 RS3 Pro の方が 4.5kg ということで、 1.5kg も重たいものを詰めるというところですね。その他にね、違う部分があります。
まあ、Bluetooth シャッターとかは両方できるし、画面も同じですし、 RS3 Pro の方がライダーフォーカスシステムっていうのに対応してるんですよね。で、これが何かっていうと、例えばマニュアルフォーカスのレンズをつけている場合、BMCC6K とかなんですけれども、あれはマニュアルフォーカスなんで、ライダーフォーカスが被写体の距離をカメラで計測して、でそこにピントが合うようにフォーカスをしてくれるというすごいやつなんですけれども、このライダーフォーカスシステムっていうのが対応してるのが RS3 Pro だけみたいなので、今はねこのライダーフォーカスっていうのを購入してなかったとしても、後々ね撮影の幅が広がってきて、こういう風にライダーフォーカスシステムとかっていうのを使いたい場合、その時はね RS3 Pro を買っといた方が僕はいいのかなっていう風に思います。でもう一つ、 DJI トランスミッションと DJI ローニン映像トランスミッターと互換性あり、 RS3 Pro だけみたいですね。カーマウント、ステディカム、スライダー、ケーブルカム、ジブへの拡張に対応、コンボは追加で下部クイックリリースプレート延長を含むということみたいですね。結局コンボって何かっていうと、本体の性能が変わるっていうよりも、付属してくるものが増えるのか少なくなるのかっていう意味合いですね。より細かくね、付属のアイテムが全部必要って思う方はもうコンボ買っちゃった方がいいですね。4パターンあってちょっと分かりづらいですよね。ここはね自分の用途に合わせて購入していただければいいかなっていうふうに思います。RS2 から乗り換えが必要かっていうところなんですけれども、これもねスペック表を見て、解説していきたいと思います。 RS2 を持っている人が、3に乗り換えるべきなのか否かって言われたら、新しい方がいいと思うので、乗り換えれるんだったら、まあ、乗り換えた方がいいかなとは思うんですけれども、まずね見てもらいたいのが、 Bluetooth シャッターが3はできるようになったっていうところなんですよね。だけど2はできない。もう一つなんですけれども、自動軸ロックっていうのができるようになりました。2はそれができない。実は最大積載量のペイロードっていうのは2と3っていうのは変わらないんですね。で、本体の重量っていうのも実はここ変わってなくて、でもちろんねこの細かいね、アルゴリズムが変わってたりとかはするんですけれども、大きく変わったところっていうのはここの2点なんですよね。自動軸ロックと Bluetooth シャッターと、モニターももちろん変わってますし、 3D フォーカスシステム、 3D フォーカスからライダーフォーカスに変わってるんで、ここも変わってると思います。 RS2 も DJI トランスミッションっていうのが使えますんで、ここもね、もう前から別に使えてたっていう部分なんですよね。組み立てをしていこうかと思います。電源なんですけども、横にある電源ボタンをこちらですね、これを長押しします。一番上の PTF っていうのがパンチルとフォローモードですね。PF がパンフォローモード、FPV モードですね。左側にあるのはジョイスティックになってて、ジョイスティックを動かすとこのようにカメラが動きます。 Bluetooth で α7-3 につながってるんで、ここのボタンを押すと録画が始まるということですね。 M ボタンっていうのを押すと、こちら画面ロックになります。もう一回押すと画面ロック解除っていうことですね。バッテリー外すときはこちらのボタン、奥に真ん中の突起を押しながら離すとバッテリーが外れるっていう状態になります。ここがフォーカスですね。フロントの部分のボタンを2回押すと 1,2 カメラが真ん中に再調整されるっていうことですね。長押しするとロックかかります。チルト軸、パン軸、ロール軸があるんですけれども、今はロックが解除されている状態なんですけれども、ここの電源ボタンを一度押します。そうすると全部ロックかかるんですね。ですのでここを持ってても問題ないっていう状態になります。でもう1回押すとロック解除になります。ロックしてない状態で電源ボタンを長押しします。
そうするとカメラがこのように横に向くということですね。4つ目の便利な小技ってやつをちょっと今やってみようと思います。これなんですけれども、スマホを頭にくっつけるんですね。これ今 GoPro のあのアタッチメントっていうかな、それを使ってスマホをここに取り付けている状態ですね。これでフォースモバイルっていうのが画面にあるんで、これを有効にするっていうボタンを押すんですね。携帯を横にするとね、ちゃんと反応しなかったんで、これやるんだったら縦の方がいいですね。で今頭にあのカメラ、携帯をくっつけている状態でフォースモバイルを有効にします。これで一回カメラまっすぐにして有効にすると、顔と同じ動きをしてくれるということです。上下の多分ね、チルトの向きは反対になってると思うんですけど、この横のパン軸の動きが頭に合わせてこう向いた方向に行ってくれるということですね。っていうのができちゃいます。うまく活用すれば面白いことがもしかしたらできるかもしれないということですね。便利な小技もう一個なんですけれども、さっきあの帽子頭に、スマホつけてこうやって首動かしたじゃないですか。で、もう一個なんですけれども、カメラ自体を、ビデオ三脚につけちゃうんですね。ここの今ビデオ三脚用意したんですけど、ここの上にスマホを載せるんですよ。フォースモバイルを、有効にするっていうボタンを、押します。この状態で動かす、このようにジンバルも一緒に動くっていうことなんですね。カメラが遠くの方で固定されていて、カメラマンがこのカメラの前にいないとき、遠隔で操作しなくてはいけないときとか、吊るして撮ってるときとか、例えば、車の後ろにジンバルを、もうハリウッド映画じゃないけど、車の後ろにジンバルが、吊り下げられている状態とか、カメラをカメラマンが持っていないときがあると思うんですね。そういう絶対カメラってカメラマンが持って、いるわけじゃなくって、持ってないっていう瞬間もあると思うんですね。でそういう時に、DJI のトランスミッションっていうのも同じ機能がついてて、それでもできるんですけども、実はスマホでも同じことができちゃうんで、結構な距離感でこれができるみたいなんですね。カメラがすごい遠くのところに置いてあって、ビデオ三脚を動かしている状態です。この状態で被写体を追いかけることができるということですね。レブンアイっていうのを使えば、映像もこちらに転送できて端末の方で見れるので、そのね映像を見ながら、できるかと思います。ゆっくりこう今動かしてるんですけれども、それと同じようにで、滑らかさとか速度とかっていうのもモバイルの方で選択できるんで、結構これも面白い撮影ができるのかなっていうふうに思います。これをうまく知恵を絞って何か面白い撮影の仕方を生み出してもらえればできるかと思います。これでもいいし、さっきの頭につけて人が動いた向きで動くと、さっき確かチルト軸がなんか反対になってた気がするけど、あれなんでなんだろうな、あれはちょっとわかんないんですけども、でずっと動かしてるとずれてくるんで、そしたら再センタリングっていうボタンを押すと、これですね、ちゃんとまた真ん中に戻っていくということになります。はい、ウッチーチャンネル、はい、いかがでしたでしょうか。だいぶね4番目とかマニアックなものを紹介しちゃって、でもあれもね三脚につけて頭につけてこういう風に動かしたら面白い撮影もできるかと思います。ぜひともやってみてくださいね。僕のね場合は一番高いものを買えば絶対失敗しないっていう単純な考えで RS3 Pro コンボを買ったんですけども、皆さんはどれが一番気になりましたでしょうか。 RS3 Pro でシネマチックな映像は今度撮ったら編集して載せてみようかと思います。それではこの動画が参考になりましたら、グッドボタン、チャンネル登録をしていただけると今後の励みになります。ご意見ご感想などのコメントも気軽にお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。じゃあねー。